にちは、リサです。本日の試合、1対0で、バン!スワホー!イェーイ!開幕4連勝!はい、本日からバンテリンドームで中日3連戦が始まりました。はい、私、おうち観戦してましたんで、とりあえず、VTR、どうぞ!登録してね!いただきます。人間性が大好きですね。私はね、そうなんですね。あとサンド、うなずいて。なあ、女性部？ああ、なるほど。ラッキーラッキー。目と続く。ああ、ゲッツ。最初に頼むで。落ち着いて。落ち着いて。確かに、用取ったわ。よしよーしナイスサイズメイドなんか変わってんじゃんなんか、ありの、これ、阻止するように、なんか、変えてきてるやん、ちょっと G スポーツサイスニード対アキーのビジヘドカリスで WBC やんこれうわーおーうわー怖いバンテリンじゃなかった入ったんちゃう今の怖っうわーうまーあーうわーめっちゃやばい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 よし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 ナイスバッテリーうわ、うまいうわ、うまうわーいや、ビシードには回したくないでうわーやばい、満塁でビシードやん、もうむずいよ、ジェイスポーツさんファイティンパワーおー、いいんじゃない、いいんじゃない落ちろ、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 落ちろナイス初ヒットナイスオーサーよーし行くぞースワローズチャンスやっと来ましたやっと来ました、やっと来ましたよしよし落ちろ、落ちろ、落ちろ、落ちろなんか、おかーん。おー、うまい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 。え?おー、びっくりした。うわ、うわ、イエーイ!よーし!よーし!よーし!来たぞー!サーラーズチャンス!よーし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 !あ、あ、あ、あ!よし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 よ
ちょちょ、うまい。よーしよしよしよし、よーし、ナイスバッテリー、ナイスシュミドマン、君がよりたずさえじじから、おー、いいねー、お、あー、あー、よしよしよし、いやはい、本日先発サイスニード投手、開幕初登板なんですけどもね、6回81球無失点、素晴らしいピッチングでございました。ところどころね、危ない場面とか連打とかもあったんですけどもね、なんとか、ムーチョのリードがね、今日はもう素晴らしかったんですよね。世界一のキャッチャー中村雄平ですよ。そしてその後のリリーフ陣は、7回石山太一さん、8回シミノボ、9回新守護神田口さんでございました。3人とももう安定感のあるナイスピッチングでございました。ちょっとね、シミノボが投げすぎなんじゃないかなと私ちょっと心配なんですけどもね、4回中3回投げてるよね、結構投げてますんで、ちょっと心配なんですけども、そこだけが私は心配かなと思います。はい、そして相手先発大野雄大さん、大野投手がね、めちゃめちゃいいピッチングだったんでね、今日はね、ちょっと打線が繋がらなく残塁が多いイメージだったんですけどもね、試合が動いたのは6回、ナイスニードが秋野さんのがね、ちょっと落球しちゃって、それによってね、出塁いたしました。2番、のりさん、青木のりちか選手、ヒットでね、繋げまして、2アウト1、2塁で村神様先制タイムリーでございます。いやー、もう WBC からの勢いがね、素晴らしいですね。ナイスバッティングでございました。なかなかね、チャンス作るも、もうね、大野雄大さんがね、ナイスピッチングだったんでね、もう点が入らなかったんですけども、ここでね、チャンスをつかみましたよ。なんとか1点をね、守り切って、今日、スワホーでございました。そのね、次の、中日の6回の攻撃かな？攻撃の時にね、川瀬周平さんがね、ヒットで出塁して、ちょっとね、うわーって感じだったんですけども、キーの選手をもう見逃し三振にね、抑えて、結構ここポイントだったんじゃないかなと思います。結構ね、なんかビシエド選手とかもね、多分バンテリンじゃなかったら入ってたんじゃないかなっていう、いい当たりがね、結構あって、バンテリンは結構もう広いなってめちゃめちゃ思いました。村神様のね、そして今日代打でね、出ました。川端様、代打の神様、川端様、いやー、お帰りなさい。3連覇に向けて代打の神様、復活してほしいなと思います。いやー、久々見れてよかったですよ、本当に。はい。そして長岡選手はね、未だヒットが出てないんですけども、まあね、本人的にね、絶対悔しいやろなって思うんですけどもね、当たり的にはね、めっちゃいいと思うんですけどね、なんか落ちるとこというか、ちょっとね、ね、難しいよね。ヒットにならないっていうね。まあ、焦らずね、いい当たりで、いい当たりだと思うんでね、頑張ってそのままね、続けて、いずれかは絶対ね、ヒットになると思うんで、諦めずに粘り強く頑張ってほしいなと思います。そして、明日の先発は、高橋奎二投手でございます。WBC 明けでね、ちょっと調整がね、してまして、登板が遅れてしまったんですけども、私明日見れないんですよね。残念ながら見れない。申し訳ございません。ちゃんとね、でも一球速報とかね、録画して、ちゃんとね、試合は見たいなと思ってますんで。はい、動画はちょっと出せないかなって感じなんですけども、明日お休みいただいて、木曜日からはね、しっかりと動画を出していきたいなと思います。明日本当にすいませんでした。はい、開幕4連勝でもうわっしょいわっしょいって感じなんですけどもね、明日もね、この連勝記録を伸ばせるように、皆さんでね、頑張っていってほしいなと思います。はい、本日もありがとうございました。以上、有田でした。明日もスワホー。